手にもされんのだ。父オロチドッパの気まぐれで艦長の椅子に座っちまってる俺だが、やる。あいつと。いえ、逃走しました。我々の指導的立場にある烈海王氏、死の仇を討つ4万3000人、都内新進会門下5万5000人。今はただ動くこと、他に示す方法はない。黙ってんじゃないの、あれもこれも。あ、悪いんだけどさ、連れじゃねえことは分かった。同業さんかい、警察。それも違う。おやおや、稽古も終わった道場。まさか親父、止めようってんじゃないだろうな。おめえじゃ無理なんだよ。同じ空手家同士じゃねえか。遊びじゃねえんすよ、こっちも。ここはどうか。さ、ピクル君、行こうか。お疲れ様っす。自分らに失礼があったら謝ります。奇妙だった。始まるであるにもかかわらず、古代戦士の網膜を通した脳には、あいつやあいつ程度の大きさに過ぎないこいつ。人知を超えたある種神がかりな力じゃ。終わりだ。うわ、ハンマーバキ、本物出た。一つの目的に向け機能を追求し、バキの目からはこの上なく美しく映ったことだろう。地上最強の少年と目されるハンマバキがいかなる行動に出るのか。ただただ会いたくて。ついてこい。なるほどね。すんません、引き止められなくて申し訳ありません。よかったじゃんなあ。烈士官の無念を思う気持ち、思いは皆同じだ。我々には十分すぎる理由があります。ところで先村、質問がある。おっ、本気で勝てるとお前ら思ってんのかよ。化けるかもな。どこほっつき歩いとったんじゃ。っていうか、まさかここに来るとはね。喧嘩売られとるぞバキ。こいつもやりたがってるようだしな。助けられたよ花山さん。あらら、ちょっとだけ退屈してただけなのに。同じだ。運んでやるか、食われんうちに。その握力で拳固め、ぶったたく。相手が牛だったらどんなに楽か。どうしよう、不思議な噂を耳にした。俺が言い出したことです。不可思議。出過ぎた行為です。でも撃ちたい。やはりな。恩ある私に報いるためなどと奇弁を弄していても、賞賛があるからやる、ないならやらない。4000年の蓄積を誇る中国武術の4001年目、勝美さん、空手はまだ若い。伝える役目、この列が務めたい。空手に準じたいのです。空手じゃなければいけないのです。ぜひ501年目の一助に。革命的な足跡が今刻まれようとしている。そこまで言うこともなかろうに、バキなりに頑張った結果じゃろ。全て負け犬の言葉だ。いや、ごめん。あの野郎、眠れぬ夜が続くだろうぜ。あれで十分、十分に堪能した。吠えられる。あいつとならば吠えられる。君が持つ唯一私を驚かせた技だ。
脊髄にて加速、肩で加速、告白しよう。背筋が凍ったものだ。事実は私においてすらが表現の段階まででこの技を使いこなせるとしたら、おそらくはただ一人。隙をついて液体を流し込み眠らせることには成功した。我々には責任があるのです。出会ってしまったゆえの責任が。サンプルとしての視点だけではいかがなものかと。やつはここを動かせ。君自らの意志でここに留まり続けたんじゃ。誓ってもいい。眠りから覚めてもピクルは逃げやせん。探してるのじゃ、餌を、遊び相手を。その言葉がわかるとでも。予測の範疇じゃの。同感。以前は決して隠すことのできなかった一枚の新聞紙、言わずもがなピクルへ。マッハを超えたことを知らせる波。これだ。無知。超音速を知らせる音だ。これとするなら、各関節のスピードは100キロを超えねばならない。背骨、脊髄だ。その通り。だから壁を越えられる。あいつの対戦者たちの攻撃ってこんな程度なのかな。君のその手にさらなる速度とさらなる重さを加える可能性が。そんな超高速へ贅沢にも重さを加えたいというのなら、こいつをフル稼働させ、鋭利な抜き手に頭部の重さを備える。かつて一人の日本人が中国へ渡ったそうな。帰国したドッポはサーカスから子供を買ったそうな。そんなおとぎ話が我が母国にはある。俺も随分楽できただろうに。君は手にしている、つまりは存在しえない武器を手にしたのだ。カクロウ氏、こんなに早く来ていただけるとは。あの中国武術の頂点に君臨されるお方だ。全部聞いとったよ。ロウ氏、加速のための関節などいくらでも増やせる。関節の数わずか数箇所なのに超音速。お分かりか、日本のお侍よ。イメージする。実際の構造はこう。卵は何故殻に身を包んだのだ。例えば遥か頭上に生い茂る木の葉、昆虫の擬態、鳥の翼、コブラの毒。彼らの手にしたものに比べたら、部のための肉体改造などこう。これだ。不足。とんでもない。にわかには信じがたいの。どうでしょうな、今なら。異論はありません。極上の打撃を放つためにはこの構えこそが必然。武器となる拳はまるで武器であることを拒否するように。そして関節のイメージはこれだよ。確かに手にしたあの感触を。必殺技？新型の完成なのか。不思議だ、あの感触。何も。音？声？いや、なんでもない。ストライダムさんと？どうも。今現れる。でっか！まだバキ一人だった。